ブラックストン・ブラックはアメリカ陸軍の職業軍人であり、アメリカ連合国の大将になって、南北戦争では西部戦線の主要指揮官を務めた。ブラックはノースカロライナ州をオレントンで、後のアメリカ連合国司法長官、トマス・ブラックの弟として生まれた。子供時代に母が刑務所に入っていたので、しばしば長老された。1837年に、 陸軍士官学校を同期50人のうち5番目の成績で卒業し、第3アメリカ砲兵隊の将尉に任官された。ブラックはフロリダ州で第二次セミノール戦争に参戦し、テキサス州の占領にも加わった。米国戦争では名誉ある傑出した働きを示して名誉昇進を果たし、1846年5月のブラウントリでの包囲戦で対位。 同9月のモンテレーの戦いで、少佐1847年2月のブエナビスタの戦いで中佐となった。1846年6月には、正規軍の大員に昇進した。メキシコでの功績によってその上官だったザカリー・テイラーに一目置かれた。厳格なしつけが厳しい人という評判があり、規則に完全に固執するものだった。 辺境基地の中退指揮官として補給がかりも務めていたブラックに関する有名だがおそらくは信憑性のない逸話がある。ブラックは自分の中退のために物資の要求書を提出し続いて補給がかりとしてその要求を入れることを拒否した。中退指揮官としてその要求の追加理由をつけて要求書を再提出したが補給がかりとして その要求を再度否定した。これでは一人で手詰まりになっていることを認識し、この問題を基地の指揮官に挙げた。指揮官は、おやおや、ブラック君、あなたは、軍隊の、どの士官とも喧嘩してきた。今は、自分と喧嘩しているんだな、と叫んだ。1847年8月と9月に2回、部隊兵の何人かがブラックを暗殺しようとしたが、 どちらの場合も傷つけられることはなかったと言われている。二回の試みで華々しいのは兵士の一人がブラックの小屋の下に12ポンド砲弾を仕掛けて爆発させた。小屋は破壊されたがなぜかブラックはかすり傷一つを負わずに出てきた。1856年、ブラックはアメリカ陸軍を除隊し、ルイジアナ州チボドーで佐藤農園主となった。 ルイジアナ州公共事業局の理事も務めた。南北戦争初期の経歴南北戦争が始まる前に、ブラックはルイジアナ州民兵隊の大佐となり、1861年2月20日には民兵隊の少将に昇進した。4月16日までニューオーリンズ周辺の部隊を指揮したが、その任務は3月7日付でアメリカ連合国の順省に移籍された。 フロリダ州ペンサコラの部隊及び西フロリダ方面軍を指揮し、9月12日には少々に昇進した。その指揮範囲はアラバマ州まで広げられ、10月にはペンサコラ軍の指揮官となった。その業績は成功であり、友人のリチャード・テイラーと共に事態を南軍の中でも最も訓練の行き届いた部隊にした。ブラックは事態を伴ってミシシッピ州コリンスに行き、 すでに集められていた南軍の規律の足りなさを改善することに関わった。シャイローの戦いでは一個軍団を引き断片的な正面攻撃でホーネッツネストを襲った。南軍の指揮官、アルバート・ジョンストン将軍が戦死した後で PGT ・ PG ボーリガード将軍が指揮を引き継いだ。その日1862年4月6日、ブラックは大将に昇進し、 南軍の歴史の中でも7人しかいない大将の一人となり、ミシシッピ軍の指揮官を割り当てられた。翌日、南軍はコリンスまで撤退させられた。コリンスの包囲戦後、ボーリガードが病気のために戦線を離れたが、その出発をジェファーソン・デイビス大統領に知らせることができず、許可なしに2週間不在だった。デイビスは、ボーリガードのコリンスでの行動がまずかったために、 代わりのものを探しており、ボーリガードが許可なしに戦線を離れたために口実ができた。ブラックは1862年6月にテネシー軍の指揮官としてその公認に指名された。テネシー軍1862年8月、ブラックはケンタッキー州に侵入した。これはその境界州で南軍側の支持者を決起させ、北軍ドンカルロスビウイル少将オハオ側の向こうに、 追いやることを期待したものだった。ブラックはミシシッピ州チューペロからテネシー州チャタヌーガまで不評体を鉄道で移動させ、一方騎兵隊と砲兵隊は道路を進んだ。チャタヌーガまで軍隊を動かすことで、この街に進んでいたビューエルの帰線を制すことができた。一旦チャタヌーガで軍隊を集結させると、ブラックはテネシー州ノックスビルから別部隊を指揮している。 エドマンドカービースミス中将の部隊と共同して北のケンタッキー州に進む作戦を立てた。マンフォードビルの戦いでは4000名以上の北軍兵士を捕虜にし、続いてケンタッキー州バーズタウンに進軍した。10月4日、ケンタッキー州暫定南軍知事リチャード・ホーズの就任宣誓式に出席した。ブラックの軍隊で一翼を担う。 レオニダス・ポーク少将の舞台が10月8日に、ペリービルの戦いでビューエル軍と対峙し、戦術的な勝利を得た。カービー・スミスが、ポークの成功をさらに生かそうとして、お願いだから将軍、ここでビューエル軍と戦おうと懇願した。ブラックは、私がそれをやるよと答えたが、ある観察者によれば、スミス、ハーディ及びポークにとっては、単に愕然とさせるような当惑と、 動揺を示しており、その軍隊にはカンバーランド渓谷を通ってノックスビルまでの撤退を命令した。ブラック自身はこの撤退を巨大な襲撃の成功した頂点としての退却と言った。ブラックには退却にいくつかの理由があった。ミシシッピ州北部ではアール・バン・ドーンとスターリング・プライスが第二次コリンスの戦いで敗北し、ロバート・イーリーは メリーランド方面作戦で失敗したという、がっかりさせるような知らせが届いていた。ブラックは、自軍がさらに古軍で勝利を挙げたとしても得るものが、少なく、しかるに敗北すれば集められたはずの豊富な食料や、物資だけでなく、自軍にとっても、損失となると考えた。ブラックは妻にあてて、南西部全体が、敵軍の領地となった現状で、私の後期で小さな軍隊が、 テントや靴もないままに、北部の気候で氷に閉ざされ、毎日のパンなどを調達しなければならないとしたら、私の罪は許しがたいものになっただろうと書き送った。ケンタッキー州侵入は、アラバマ州北部やテネシー州中部の大半から、北軍を追い出し、北軍は湿地を回復するために1年間を要した、ものの戦略的には失敗だった。 ブラックはいくつかの新聞や二人の部下の将軍、ポークとウィリアム・ J ・ハーディに批判されたが、ケンタッキー州侵入の失敗について、南軍最高司令部の中に広まった多くの非難があった。ブラックとカービー・スミスの軍隊は統一された、指揮系統がなかった。ブラックは南軍にとって利点を生かせる主要戦場だったビューエルの通り道。 マンフォードビルから遠く離れて軍隊を動かしていたことに攻めがあった。ポークもまたその日戦闘の前と最中にブラックの指示に従わなかった攻めがあった。12月、ブラックはストーンズリバーの戦いを行い、北軍ウィリアム・ローズクランズ少将をもう少しで打ち破るところだったが、軍団指揮官ハーディとポークの干渉の後で戦場から軍隊を引き、 テネシー州タラホーマに撤退した。ブラックに対する攻撃がまた始まり、ブラックの支持者数人も今度は彼に背を向けた。ジェームズ・ M ・マクファーソンは、ストーンズ・リバーの事後について、次のように書いた。ストーンズ・リバーの後で、ワシントンが安堵の息をついた一方で、テネシー軍内には意見の衝突が、頂点に達した。ブラック配下の軍団都市団の指揮官たちすべてが、 その総司令官に対する不信を表明した。上級将軍ウィリアム・ジェイ・ハーディとレオニダス・ポークは、デイビスに、ジョンストンを軍指揮官につけるよう求めた。師団指揮官のビーフランクリン・チーザムは、ブラックの下では二度と従軍しないと明言した。ブレッキン理事はブラックに決闘を申し込もうと思った。ブラックは、反撃に出て、命令不服従で一人の師団指揮官を、軍法会議に付し、 戦闘中の飲酒でもう一人を告訴し、ブレッキン・リーチを指導力不足で避難した。このうちはもめの口論はヤンキーたちが果たしたよりも大きな損失を軍隊に与える恐れがあった。ブラックは失望してある友達に大統領が私に代わる誰かを送ってくれればよいと語り、デイビスには同じようなことを文書で送った。ジェームズ M ・ M. マク・ファーソン、バトル・クライ・オブ・フリーダム、 ザシビル・ウォーエラ・ストーンズ・リバーはまた避難がブラック・カズトの上に広がったもう一つの機会だった。ブラックは戦闘が行われた場所について攻められるべきだった。そこでは攻撃する南軍にほとんど利点がなく、守る北軍に多くの利点があった。軍事目標の選定もまずく、ブラック軍が広がって弱くなっていくにつれて、北軍の防御前線は集中し強くなっていった。 1863年1月2日に、ブラックが、ジョン・ブレッキン理事に命じた懸命でない攻撃は得る、ところがなく、軍隊を弱めた。しかし、その部下ちは、様々な程度で問題があった。経験の足りないジョン・ P ・マッコーン少将は、ブラックの命令に対する不服従で、軍法会議にかけられ、有罪となった。この行動のためにその手段の攻撃を弱め、おそらくは、 南軍の勝利にも損失を出させた。師団指揮官 B ・フランクリン・チーザムに対する飲酒の告発は的を置いており、チーザムは戦闘中にひどく酔っていたので、兵士を前に先導するときに落馬したという主張があった。ポークとハーディは共に、その攻撃の連携を取らず定型編成で攻撃することを選び、それが混乱を大きくしたことで攻められるべきである。 カーター・エル・スティーブンソン少将の手段をビックスバーグの防衛に送ったジェファーソン・デービスにも攻めはある。これらの部隊を失ってブラック軍を弱め、もしブラックがこれらの部隊を持っておれば勝利は可能であったかもしれない。ブラック軍の多くの者が戦闘の後でケンタッキー州侵入の失敗と最近のマーフリーズボロでの敗北を引き合いに出し、 軍隊におけるブラックに対する信頼の欠如を理由としてブラックの敗転を求めた。ポークが首謀者となり、友人のデイビス大統領の影響力を使おうとして、一連のデイビス宛ての手紙でなぜブラックが軍の指揮官から外されるべきかを説明した。ハーディがこの件ではポークの副司令になり、ブラックには友好的な顔をする一方で、 軍隊の士官たちのところに行ってはブラックに反対する理由を解いて回った。デイビスはブラックカポークカを選択することを迷い、西部戦線の南軍総指揮官であるジョセフ・ジョンストンを使ってブラックを指揮官から外させる権限を持たせることにした。ジョンストンはブラックを訪問し、軍の全体指揮が高いことを見出してブラックをそのままにしておくことにした。ブラックは タラォーマからチャタヌーガに転戦し、1863年6月下旬のローズクランズによるタラォーマ方面作戦ではジョージア州に入った。この方面作戦ではローズクランズが常に南軍を出し抜いていった。ローズクランズは獲得した領域を強固にし、チャタヌーガをしっかりと確保した後でジョージア州北部に軍隊を動かしてブラック軍と対抗した。 ブラックはその部下たちの一部から命令の停止を味わい始めた。9月10日、トマス・シー・ヒンドマン及び DH ・ヒルリオー少将は勢力にまっさるジェームズ・エス・ネフリー巡将の北軍に対する攻撃命令を拒否した。9月13日、ブラックはポークにトマス・ル・クリッテン・レン少将の軍団を攻撃するよう命令したが、ポークはその命令を無視し、 攻撃に向かわんとするのは自分だということを強調して多くの軍隊を要求した。ローズクランズはこれらの遅れを利用して分散していた部隊を集結させた。最終的に9月19日と20日に、ブラック軍はミシシッピ州から2個師団、東テネシー方面軍から1個師団と数個旅団、及びリーの北バージニア軍からジェームズ・ロング・ストリート中将の2個師団の増援を受け、 ジョージア州北東部でローズクランズ軍追撃に転じ、チカマウガの戦いで大きな損失を出させて打ち破った。この南軍の勝利は南北戦争の西部戦線で最大のものとなった。この戦闘の後でローズクランズはチャタヌーガまで撤退し、ブラックはチャタヌーガ市に対して包囲戦を敷いた。ブラックはこの勝利を利用して軍隊内の敵対勢力の排除を行うことにし、 ポークとヒルを転属させることに成功した。ブラックはポークが指示に従わなかった多くの事例を挙げて避難した。ポークの同調者だった多くの将軍たちの一人、ヒルは声高くブラックのことを避難したので、デイビスはヒルを指揮官から外し、中将への昇進も取り消した。下マウガの後で南軍作戦司令部に危機的状況が訪れた。 ブラックの部下である将軍たちの何人かは、ブラックがジャタヌーガから北軍を追い出し追撃して、先の勝利を有効に使う意志に欠けていると認識して、不満を募らせた。特にポークは指揮官を外されたことで激怒した。多くの師団及び軍団指揮官を含む反乱分子は、恩密裏に大統領にあって、請願を行う準備をした。 請願書の著者の名前は知られていないが、歴史家たちは表の最初に署名があるサイモン・バックナーだったと想定している。ロングストリート中将は陸軍長官が手に手紙を書き、我々が今の指揮官をいただく限り、神の手以外我々を救いも助けもしないと予測した。ネイサン・ベッドフォード・フォレストはブラックとの長い付き合いで不満を抱いており、 し間まうの後で北軍を追撃も打破もできなかったことを苦々しく思い、再度、ブラックの元で従軍することを拒否した。フォレストはブラックに面と向かって、あなたは、ろくでなしの役割を演じている。もしあなたが私を遮ろうとしたり、私の前を横切ろうとすれば、あなたの命が危ない時になると言った。テネシー軍はまさに反乱の瀬戸際にあり、ジェファーソン・デイビスはためらいながら、 チャタヌーガに出向き、自ら状況を判断して、軍隊内の不平の波を抑えようとした。ブラックは、危機の解決のために辞任を申し出たが、最終的にデイビスは、ブラックの解任を決断し、他の将軍たちを叱責し、その苦情、悪意の軸を止めさせた。北軍は指揮官が、ユリシーズ・グラント少将となり、補強もされて、11月24日南軍を、 ルックアートさんの地の利を得た陣地から追い出し、翌日にはミッショナリーリッチから排除することで包囲を破った。ミッショナリーリッチでの第三次チャタヌーガの戦いの結果、南軍はかろうじて全軍の崩壊を免れる程度まで改装し、ジョージア州に撤退した。チャタヌーガの陣地を失ったことの一端は、大砲を誤った場所に据えたことがある。 この時軍事的な頂点に大砲を据える代わりに、実際の尾根の頂点に据えていたので、近づく、不評体が遮蔽される場所を作ってしまった。ブラックは、デイビスの助言に従い、ノックスビルにいる北軍アンブローズ・バーンサイド少将の部隊を包囲するために、ロングストリート中将とその師団及び、サイモンバックナーとその師団を派遣していた。この移動を、ロングストリートは、喜んで受け、 ブラックは、ロングストリートがバーアンサイドの動きを封じて、グラントの応援には来られないと信じていた。チャタヌーガでの南軍崩壊直後に、デイビスは、ブラックの G を承認し、アトランタ方面作戦で、シャーマンと対抗する軍隊を率いていた、ジョセフ・ジョンストンを公認とした。最後の日々1864年2月、ブラックは、リッチモンドに派遣された。 その公式命令はアメリカ連合国諸州の軍事作戦遂行にあたることとされてはいたが実質的に図ってロバート・イーリーが当たっていた直接の指揮がなくデービスに軍事的助言を行う役目だったブラックはその組織化能力を使い汚職を減らし物資供給の仕組みを改善した南軍の徴兵の仕組みについて指示の鎖を合理化し 徴兵に関する抗議の流れを減らすことで、形を整えた。後には、ノースカロライナ州ウィルミントンの防衛軍、ノースカロライナとバージニア南部方面軍、ジョージア州オーガスタ防衛軍、同じくサバンナ防衛軍、サウスカロライナ州チャールストーン防衛軍及び1865年1月には、再び、ウィルミントン防衛軍を順番に指揮した。第二次。 フィッシャー砦の戦いにおける指揮では、ウィルミントンを失うことになったが、防衛軍の大部隊と共に脱出に成功し、キンストンでは小さな勝利を収めた。戦争の終わり近く、ジョセフ・ジョンストン指揮下のテネシー軍で軍団指揮官を務め、シャーマンに対抗するカロライナ方面作戦に従軍し、ベントンビルの戦いに加わった。リーガ・アボマトックス・コートハウスで降伏した後、ブラックは、 ジェファーソン・デイビスに伴い、サウスカロライナ州を通って、ジョージア州に逃亡した。戦後、ブラックは、ニューオーリンズ浄水場の監督官を務め、後に、アラバマ州の主任技師になって、モービルの公安改良を監督した。その後テキサス州に移り、鉄道監査役になった。ブラックは、テキサス州ガルベストンで友人と通りを歩いている、時に、突然倒れて、 不器の人となった。地元の伝説ではブラックが死んだ場所の近くに不思議な明かりがあり、ブラックの明かりと呼ばれている。モービルのマグノリア墓地に埋葬されている。ジェームズ・マクファーソンの西部を失ったブラック、ジョンシー・ペンバートンを及びジョンベルフットのようなヘマをした人々に対する引用では多くの現代歴史家の判断を要約している。 ブラックの軍隊指揮官としての欠点は想像力の働かない戦術、ほとんど正面攻撃に頼っていたこと、及び戦闘後のフォローの欠如で戦術的な勝利あるいは引き分けを戦略的な落胆に変えてしまうことが含まれていた。その日に暮れた希少、敗北を他人のせいにする傾向を及びまずい、対人関係技術は疑いもなく、 同時期の成功に乏しかった者たちの多くよりも直接に批判されるべきものだった。歴史家のピーター・カズンズはブラックの部下との関係を次のように書いた。ブラックの最も忠実な支持者であっても、その怒りっぽさ、一般的な興奮性及びしばしばある怒りの発作の中で投げかけられる辛辣な言葉で無垢の人を傷つける傾向には警告することがあった。 褒めたりお世辞を言ったりするのをためらうことについては、部下の悪い印象を一度作ってしまうとそれに固執する、必要さのみがかっていると言われた。そのような主観が、ミシシッピ軍には多かったのだが、ブラックの排除か部下の敗転のどちらかしかこの耐えがたい、存在に対しては選択できなかった。ピーター・コスンス、ノーベター・プレイス・ツーザバトロ・ーブ・ストーンズ・リバー近年反論がいくつか、現れた。 ジュディスリー・ハロックは西部戦線における南軍の敗北をブラックの責任にするのはブラックシンドロームだと言った。大半の者はブラックがまずい軍隊指揮官だということに同意するが、ハロックやスティーブン・ウッド・アースのような歴史家たちは組織のまとめ役としての彼の技術を引き合いに出し、いくつかの戦いにおけるその敗北は一部は運の無さと、特にポークのような 無能な部下の攻めにもあり得るとしている。その問題の多かった部下の中で、ハーディは、ブラックの側にあっても良識ある軍人だったと考えられている。ポークは、性格的に勇敢で、カリスマ的なところもあったが、不服従と散発的な攻撃について知られる、単なる平均的な戦術家だった。不運にもポークは、デイビスの友人であり、デイビスはポークを解任することを望まなかった。 ブラックもまたデイビスがロバート・イ・リーやアルバート・ジョンストンに与えた指示を得ることはなかった。ブラックの能力が1861年や1864年にのみ適切に使われたことは南軍がその将軍たちの多くを適当に使いこなせなかったことを示してもいる。ブラックはその欠点にもかかわらず、テイラー、デイビス、ボーリガード及びアルバート・ジョンストンのような上官に 印象を与える機会が持てた。歴史家のグレーディ・マック・ホワイニーやスティーブ・ウッドワースは一般に信じられていることとは対照的にデイビスとブラックは友人ではなく戦前から激しく喧嘩していた。デイビスはブラックに感心したが1863年初期には進んで解任しようとした。デイビスは適当な公認が見つからなかったこともあってブラックを解任しなかった。 これはデイビスについて回った問題だった。ブラックを最も適厳しく批判するものであっても適当な代替者を提案することは一般にできていない。いくつかの地名などにブラックストンブラックは記念されている。ありがとうございます。